8月31日、最新セリーグ順位表。聞くところ、打てるチームは勝つんやの。中日上げてきたな。カープ首位やん。阪神はでかいよこれ。阪神対巨人、4対2で阪神が勝利。勝ったでー。テル、ナイスホームラン。テルの一発にはほんま興奮した。前半の才木と戸郷の出来でよく逆転したな。才木に勝ちがついてよかった。正直、戸郷やであかんと思ってた。ノーノー食らった戸郷からちゃんと勝てるのは大きいて。終わった。今年屈指のクソゲーだった。まあ2回まで7安打で2点じゃ勝てるわけないわな。初回に才木を KO しなければいけなかった。わかってたけどヘルナンデスの穴が埋められんな。今日は息抜きと思って、明日頑張りましょう。広島対ヤクルト、7対0で広島が勝利。こいほー。首位浮上じゃあ。勝ったあ。大瀬良6勝目。中日戦で負け越して悪い流れだったから勝ててよかった。完璧なゲームやったな。こういう試合が見たかったわ。横綱試合は見てて楽すぎる。投打の噛み合い最高や、明日も勝って首位固めや。良い形で8月を締めくくれたわ。乾杯や。高橋奎二は粘りよく投げてました。長岡の最初の1本だけかよ。松田ヤクルト成績。2023年1勝11敗1分け。2024年0勝8敗。神宮ではそこそこ勝負になるのに、松田で全敗というのは何が原因なの？おい阪神、話しとちゃうぞ DE の3位遠のいたやんけ。阪神は巨人さん立てすれば望みつなげそうか。5位争い、差が開いてくる。立浪の逆3連覇に信号。